家でね、こう携帯の過去写真をこう漁ってたの。うん。なんかやっぱいろいろ思い出があってさ、めっちゃ楽しいんだよね。たまにあるよね、その見返すときね。いや、俺ね、お前のね、その過去ホルダー好きなんですよ。なぜなら、こいつがいるから。なんでなんでそれ金魚の糞時代のこいつがいるから。あー、ほんと芋みたいな子。そう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 。痩せたとき、痩せたとき。そうそうそう。金魚の糞みたいな、お前ら。みんなのも見たい。まあまあまあ、確かにね。だから、一人一枚ずつ過去のこの思い出があるよっていう写真を発表してもらいたい。いいよ、あるよ、それはもちろん。 ST 入ってからでもいいし、入る前でもいい。入る前、俺何してたっけ。お前は人間に生まれ変わった瞬間とか。いや、腹から人間だわ、俺。でも、でも昨日からなっちゃうけど、大丈夫。昨日なの。え、俺、昨日まで。何、俺。何、何、種族は俺。言えない、言えない、言えない。地球外生命体だった。P になっちゃうから、それ言えない。まだ P なんだよ。じゃあ、言い出した俺から発表します。おー、見せてください、夏木さん。ここ二人はね、濃すぎると思うんで。これです。あ、分かった分かったぞ、これ。いつか俺いる。俺は分かった。いや、だっているもんだって。リボン、リボンはいる。うん、俺分かった分かった。ちなみにまだ俺は ST じゃありません。うん、違う。おー、みんなで車一人あの運転して、酒の飲まないやつ運転してて、なんかお台場行こうぜみたいな。うん、もうこの時もう23ぐらいよ。うん、そうだね。久々にドライブでお台場行くって、こう10代がやりそうなことをやったの。うん、実際。うん、でディズニーの前まで行ってとか、こういろいろぐるぐるしてて、で、それでずっと酒飲んでた俺ら。うん、車の中で。うん、その運転手以外ね。うん、で、正義も超ワイン飲んだよね。うん、で、もう酔っ払いすぎて、正義は俺何でも怒ってやるよとか言って、いいよ、タコ入れといいよとかってわけわかんないこと言い出して、うん、俺はもう勝手にこう8000円分こう入れて、で、買わせて、で、その帰りが、じゃあみんなの家を送ろうってなって、うん、正義ん家みんなにこう向かってたら、正義酔いすぎて、俺初めて見た正義があんのね。外の空気吸いたいわって言い出して、うん、こんなちっちゃい正義見たことある。やばっ。しかも外の空気吸い出す、吸いたいとか言ってこれでしょ。そう、意味が分からない。超ちっちゃかった正義が。ちっちゃかった。入ってたの。入ってないけど、帰りもなんか楽しもうぜとか言って、うん、ワイン6本ぐらい買ってんのに1本も飲まないよ。やばっ。オーラゼロやっけ。それオーラゼロ。前半戦は超飲んでたの。うん、飲んでた。俺いけるわみたいな。マジ。そう、そんな写真持ってんのかよ。うん、これ ST 前です。青春してるって感じだね。いかにも。まあ言うても23とかだからね。うん、なんかいいよね。なんかさ、ちょっと年取ってからの青春ってよくない。ああ、いい。だから俺らも遊んでた時間終わって、もう落ち着いたから、久しぶりになんか初心に戻ろうぜ、お台場行った。そういうのいいよね。なんか20超えてから高校生っぽいこと楽しくない？そう、楽しい。まあまあまあ、そうだね。そう、じゃあ、俺行きますか。はい。いいよ。次は。人間か人間じゃない？人間です！あ、人間。人間です。今から人間の写真見れるの？人間の写真見せますよ。ST 入る前。おーい！あんの？あるよ！ある。なんなら写真撮ったことあったんだ。どんな人間だよ。いるのか、そんな人。すげえ。12年前。13歳。うわ、13歳の写真です。え、ガチ。中1とか中2か。マジか。思い出深い、これは。あー、見たことある。指揮者、指揮者。人間じゃない。人間だろうが。なんか更新してるでしょ、こうやって。あ、違います。これ、合唱コンクールの指揮者をしてました、この写真ね。へぇ。あ、左手、あ、これ伸ばしてんのか、今。そう、俺、こん時のだめカンタービレっていうドラマ。あー、うわ、世代だよ、俺らね。世代だよ。そうで、その千秋先輩っていう指揮者がいるんだけど、その人にくっそ憧れとって、で、合唱コンクールで誰やりますかって指揮者、はいってまっすぐ手挙げて、で、やったのがこの話なんだけど、もうほんと俺うますぎて、指揮者あんまりうますぎて、神童って言われてました、この時。天使じゃん、神童。神の神の童、わらべ、わらべ、神童って言われてたくない。やばっ。え、多分正義頼まれてるわけだけど、バカうまかったって言うと、俺指揮。3年間指揮してました、中学の時。3年連続で。あ、じゃあ1年の時から才能発揮した。そう、1年の時からもう才能がすごくて、俺。けど、合唱コン以外、お前学校であんま姿を表してないんでしょ。そう、そこだけの輝きがすごかった。なるほど。だからこそ思い出深い。もう余計振動なのね。同級生、同級生、お前のこと名物だと思って見られてた。ていうか、そう、俺のこと指揮者と思って。名前覚えられるんじゃないの。で、結局3年間やった後に、もう指揮って言ったらお前らみたいな感じで卒業式やりました。へぇー、代表として。マジすげえな。
時の旅人ー。これ顔大事じゃない。あ、そうだね。この寄ってるから。あーね、旅人ーなんでだ、こうやってやるだろう。もう最後か今の途中じゃねえだよ。当たり前だよ。途中分だよ。尺感だよ。最後の部分か。尺感だよ。うわ、懐かしい。これそう、超懐かしい。これ懐かしい、やばこれね、うん、ケントと俺とリボンと行ったんだっけ。そうそうそう、新年明けましてすぐのニューイヤーか。そう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 。わ、懐かしい。ほんとに、え、リボンどこにいんの。俺ど真ん中にいるじゃん。リボンどこにいんの。どこにいんの。え、リボンどこにいんの。いないとかあんの。これ多分俺カメラマンだわ。だから俺この写真持ってんの多分。そういうこと。よしよしよし、リボンいない。俺いねえよ。俺絶対いねえ。赤月はこれでしょ。赤月で正義を探し、正義いない、この正義いない。いや、いないね、リボン。あのね、悪いけど俺これね、後ろの後列多分5、6人知らない人いるよ。あ、そうなの。けど、リボンがカメラマン。そう。あのね、俺、しっかりだから。俺、宿命なんだよ。どこ行っても俺、こういうキャラなのよ。ごめんね、俺がなんかいじって。あ、いい、いい。前のせいだ、サスケ。ちゃんと、ちゃんと。いないわけじゃないから。いるから、この場には。ただ、映ってない。関係性が垣間見れるね。お前とサスケ。え、リボンも映ったんで、リボンも映りなよって普通言われるでしょ。俺、過去のリボン大好きだから。こういうエピソード大好きだ。俺、こういうのが好き。こういうお前が好きなんだよ、俺は。こういうとこしか好きじゃない。ただ、バカにしてるだけだろ。自分より従えることを認識したいだけだろ、お前。印象ゼロが大学の時なんだけど、まあ野球やってて、で、俺ら野球部オフがないわけよ、長期オフが。まあまあまあね、年に何回かしかないんだけど、その時に、その、春のリーグが終わった後に、2週間休みっていうのがあるんだよ。で、2週間休みの時に、あー、ちょっと髪型変えてえなと。うん、髪型めっちゃ変えたくて、俺、うん、で、やった髪型があるんですけど、で、この髪型にして俺は超大学で有名人になれたのよ。この髪型したらもうめちゃめちゃ有名になれて。大丈夫それ、ハードでめっちゃ上がってるよ、これ、大丈夫、終わってる、その時にやった髪型がこれ、超思い出、これなんだよ、これなんだよ。何それ。これ2週間オフでこの髪型に俺したの。何してんのこれ。ちなみにこう剃ってる家があの STBC の厚也の家なんだけど、そこだけ仲良くてあいつんちで剃ってたんだけど、この髪型はもう本当に俺もやばっ、いろいろイメージが、だって写真撮ってってめっちゃ売れるもん大学で。で、あともう一個言ったら、まあこれもう一個つか、まあ関連性あるけど、これはまあ俺が一人暮らしの家なんだけど。ええ、そんな時代あったんだお前。そうで、これは一人暮らししたの。え、処理した1年間だけ。いい、ここはもうほぼ出してた俺の家を。お前やめろ。俺じゃないけど。お前じゃない。俺じゃない。俺じゃないんだよ。俺じゃなくて友達がバンバン泊まり来る。友達の女が、そう、友達のカップルが俺の家貸して貸してってうるさいの。貸してなんだ。その時お前どこに。俺家実家。あ、これね、大学生あるあるだよね。そう、そうだね。そうなの。あの、これもしかして大学そこそこ近かった。え、近い。だからだ。そう、あるあるだよこれ。そう、え、そうなるほど、これあれあれ面白かったけどね。面白かったよ。まあまあまあ、そうそう。まあ俺にはかなわねえけどな。そりゃそうだ。俺にはな。いや、お前の動きじゃないけどな。気があったよ。みんなもね、俺らの過去は多分ね、楽しいと思うからね。気になるよね、普通に。だって自分の好きなアーティストとかの過去とか知りたいもんね。ああ、知りたい。学生どうだろう。どんな私生活してたのって、そう思う。誰のが気になる。いつの係の吉岡清恵。なんで気になるね。おお、どいつの時代が気になる。ね、21。あ、そん時あれ多分青い鳥だったわ。どういうこと。いや、ブルーバードだ。やめていいさあ、戻らない、急いで目指したのは青い青いあの空。わかれよ俺。すぐいつかね、また限定してさ、例えばじゃあ ST 前にしてください、入った後とかね、なんか要望があれば。今回広かったからね。そうだね。じゃあ幼稚園時代の写真見せてください。ああ、いいね。いいや。あと卒業アルバム見せてくださいとかね。卒アル絶対やるよね、もうそれ。俺もあるよ。
しかも卒アルもさ、中学高校とか小学校とかあるじゃん。そう、それどれかお店だけど、なるほど、それ家にあるからさ、それは。さあ、もし何かあったらコメントください。はい、お願いします。バイバイ。バイバイ。